グーリンズブックのコーナーです。赤上亮さんの書かれた宇津瀬貝村上水軍の神器。恨みには復讐より許しが正しかったのではないか。1541年6月、西の大国大内氏の水軍が大三島に大挙襲来することになります。迎え撃つ三島村上水軍の奇襲作戦は失敗し、総司令官である神代の大堀康房が戦死してしまいます。実はこれは、康房の若き軍師、越智康成による大堀家のへの復讐の始まりだったのです。康成は漁師の子として大堀家の軍師として入り込みますが、実は身内を前の大戦で大堀氏に皆殺しにされて身分を隠し、大堀家を滅ぼす目的で軍師として入り込んだのでございます。大堀鶴姫、これはですね、戦死した安房の妹です。大堀鶴姫は平和な今治で巫女として、まあこう神に仕えることに専念していたのですが、最愛の兄康房が戦死の方に接して大内を打倒し、仇を討つまでは女を捨て男として生きると宣言します。甚大となった鶴姫は安成と激しく衝突しながらもその剣策を採用。鶴姫の天部の軍裁と安成の奇策によって勝利を収めます。安成はなおも鶴姫謀殺と三島水軍の壊滅を企むのですが、鶴姫から基地を陥った己の命を逆に救われます。そして本来は鶴姫をたぶらかすために近づいたんですが、この鶴姫の美しさとひたむきさに惹かれ、二人は本当の恋に落ちてしまうんですね。大内氏との戦いの行方、そして鶴姫と安成の身分を超えた恋の行方、安成は復讐を成し遂げることができるのかっていったような内容なんですが、まあ読んだ感想です。まあ最初にね、この、村上水軍の、言ったらね、この、瀬戸内海のいろいろなこう島が、まあ地図があってですね、で登場人物の相関図があって、まあまあ同じような名前がね、たくさん出てくるのですごく助かりました。で、実在した人物なんですよ、この鶴姫とかね、この越智、安成さんとか。なので、まあ、読み応えがあって、鶴姫が巫女として活躍していったところとか、まあ、女性として成長する、こう、様子がね、細かく描写されてて、まあ、ハラハラドキドキワクワクしながら、まあ、読みました。で、まあ、大内氏と大堀氏の戦いの物語でもあるし、鶴姫の恋物語でもあるなって思ったんですね。行くとね、鶴姫はね、銅像もあるそうなんですよ。でもなんか調べてみると、これ、本当に実在したかはちょっと怪しいみたいなことがね、書いてありました。で、大三島っていうのはね、愛媛県の今治市に属する、まあ、いろんな島々のうちのね、一つで、無人島ではございません。有人島です。で、ここにはね、神社もあって、神の島と言って知られてるそうなんで、ちょっと行ってみたいなっていうね、気持ちもありました。